今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は、朝倉の泉にやってきました。ここに駐車場2台分あります。この路地を入ったところですね。でこの向こうに見える信号のところが土佐道路です。土佐道路から入ってきたところに泉あります。はい、外観こんな感じです。道が広いから喫茶&中華ですね。はい、入ります。はい、もうすでに日替わり頼まれておりました。メニューこんな感じですね。ラーメン安いね。すごいいっぱいあるね。火がついてるから八宝菜定食なんていうのもよかったな。750円、酢豚定食750円、焼肉定食800円。いやかもかも、日替わりで結構です。なんかすごいいっぱいある、ね、びっくりです。あ、ここに簡易メニューありますね。餃子定食だと600円ですよ。安いね。日替わり来ました。日替わり牛丼ですね。それにうどん、これ普通サイズがついてます。これに付け合わせ、じゃあ持ち上げよう。何を持ち上げればいいですか。うどんかな。ちょっと細麺ですね。うん、お塩があって美味しい。コシがあって美味しいと言っております。でも麺類食べるときはいつもその感想牛丼、はい、じゃあ牛丼私がいただきましょう。コーヒー行きました。ここにはスモールコーヒーと書いてるんですが、どう見てもスモールでないんですけどいや嬉しいですけどラッキーですね。で、日替わりについてたプリンを残しておきました。トイレ行ってきました。トイレとても綺麗でした。当然温水便座で、しかも便座のクリーナーもついてまして、とても気持ちのいいトイレです。普通の定食だとやっぱりコーヒーが定価で、でスモールが200円であるそうですけども、そういう人はサンガリアがあるので、100円はね、はい、ということです。で日替わりを食べろということです。はい、わかりました。結局そうですね。潮江天満宮にやってきました。今から参拝します。天満宮なので、祭神は菅原の道真です。はい、ご神社。共通テストがありましたが、やはりその頃には学業祈願の学生さんがたくさん来たでしょうね。はい、樹齢200年、まだ全然咲いてません。鐘は鳴らせなくなってます。では参拝します。
牛追天満宮には梅林があるんですが、ぽつらぽつら咲いております。今日は1月22日なんでまだこれからですね。では筆山の登山口に向かいます。登山口にやってきました。では今から登山開始です。リック大丈夫？はい、大丈夫です。低山は早いよ。バー一生言われそうです駐車場まで上がってきました。結構止まってますね。今日は土曜日なんで多分そういうこともあるでしょうね。あそこにいる人はなんか登山っぽい人ですね。もう歩いて戻ってきたんでしょうか。で、ここにトイレがあるので登山の準備にはいいとこですよね。南嶺ハイキングコースの案内看板です。今ここですね。今日はずっと行って鷲尾山まで行って、それからこう宇都野山の方を通って下山してくると。最初はお墓の中を歩きます。で、ここにダメな子の足跡がしっかりと残っています。まだコンクリが乾く前に歩いちゃったんでしょうね。なんかまるでわざとつけたような感じで、ね、そうそう、わざとつけたようにこう二人並んで歩いてる足跡です。今日やっぱり歩いてる人多いですね。はい、高見山到着です。はい、正式には更ヶ峰と言いますね。菅原の高見がこの麓に住んでいたので高見山、まあ、地元の人間は高見山と呼びますね。一応国土地理院的には更ヶ峰です。そうそう、まあ、高見山もいっぱいあるんだけどね。あ、大丈夫、持ってきたね。はい、高知市一望ですね。今日お天気がいいね。そう、また北山スカイラインも行かんとね。はい、帰りは向こうの牛江の方へ、宇津木山の方から降りようと思ってます。はい、これが山頂ですね。ちゃんとベンチがある。ああ、今日はお天気いいからいい感じね。あれ、荷物がある。はい、あそこに見えてるのが鷲尾山で、で、あれが宇都の山かな。で、ずっと山裾降りて、あの辺へ降りてきて帰るという感じです。一応その予定ですよ。で、それしか多分道ないですよ。はい、高見山から少し下ります。ドラム缶があるなと思ったら消防用の用水でした。この更ヶ峰、高見山ですね。なんでこんなに激山かというと、ここお墓が多くて、その灯明の火が燃え移って山火事になることが多くて、木が全部燃えちゃうんですよね。で、最近も確か山火事があって、消防車が多数出動した、そんな山です。分岐点までやってきました。ここを進んでいきます。道路まで出てきました。これが土佐塾高校の寮ですね。この
建物に沿って歩いていきます。ちゃんとこう鷲尾山っていう看板も立ってるので間違わないでしょう。少し下っていきます。この下りが結構下るのでちょっと気持ちが萎えますね。そこで下り終わりかと思いきや、さらにどんどんとこう右へ曲がって下っていくというルートになります。これですね。これで下り切ったんですね。ここが峠で、こっちに左右に、道があって四つ辻になってますね。で、我々はこの鷲尾山の方へ上がっていきます。前方左は急半路と書かれています。当然急半路の方へ行きます。はい、休班終わって、ここにベンチちゃんと用意されてます。これがあの緩い道との合流ですね。で、ここで前回登った時に YouTube を見ていただいてる方と出会って声をかけられました。初めてですね。あの時に YouTube 見てるよと言われたのは、いやー嬉しかったです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。宇都の山との分岐点までやってきました。私行ったことないんで、帰りは宇都の山経由で帰りたいと言ったらおばあが嫌だと言っております。ちょっと要交渉ですね。こっちの道ですね。はい、鷲尾山到着です。ここまでで78分、 4.26 キロ、標高差318メートルでしたね。そうです、バテバテですね。こっからの展望は本当に綺麗。浦戸湾一望ですよね。室戸岬見えてる。では山頂の絶景を見ながらみかん隊、冬の登山のお楽しみはみかんですね。皮が剥きにくい。皮が剥けません。まあこんなもんやろ、おばあは。みかんも食べ終わったので下山開始しようと思います。下山は来た道を戻ります。で、途中から高見の方へ降りようかなと思ってます。急斜面との分岐に行きました。下りはこの緩斜面の方行きます。この登山道バイクとか自転車で走るバカいるんですね。いやいや驚きです。で、ここで、急斜面との合流ですね。上りはこっちを来たんですが、緩斜面の方から降りてきました。随分整備されていたので下りはこちらの方がおすすめですね。この分岐点で今度は福屋の方に降りることにしました。道はちょっと細いですね。何やら小屋がありますね。竹林を抜けていってます。これはうん、こっちか。シャドウかと思ったらこんなあれですね、砂防ダムですよね。住宅街まで降りてきました。そこに地図あるよ。南嶺ハイキングルート、現在地どこですか。そこですね。鷲尾山から降りてきたんですよね。はい、
もうそこへかなり、うん、はい、こんな感じですね。はい、では戻ります。ここまで行かなきゃいけないから大変だね。大変だね、はい。まあ電車で行くと言ってもなくはないから。何か乗ってました。あなたの服と同じ色。六泉寺のトンネルまでやってきました。これ行くと桂浜ですね。で渡ります。はい、これずっと行くと土佐道路があります。50円自動販売機見つけたので今から買います。はい、あ、本当に50円で出てきました。ジンジャーエールを買いました。はい、ではいただきます。土佐高校のグラウンドまでやってきました。新蔵とか呼んでましたね。もう40年以上前ですね、通ってたのは。野球の練習してます。これが土佐高校ですね。もう校舎変わっちゃって全然面影ありませんが、あ、なんか運動部が練習してますね。これ絶対学校というよりか病院っぽい。病院っぽいとか連れが言っております。しかも安伏の安伏神とか言ってます。OG とは思えない発言です。天神橋まで歩いてきました。そしてここが牛追い天満宮の表参道ですね。はい、牛追い天満宮、はい、よいしょ。いや、こっちから歩くのなんか随分久しぶり、新鮮です。で2時間52分 9.6 キロ、はい、累積標高差418メートルでした。